かのとかつみかとれちです。イエーイ、イエーイ。はい、本日の企画は新人モデル自己紹介動画となります。イエーイ、お願いします。ということでね、初登場ってことですか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで今回は私が、進行役として任命されたので、やっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけど、まず最初に、お名前と年齢と血液型を1人ずつ教えてもらいたいです。じゃあかのちゃんから。はい、名前はかので、今年26歳で O 型です。一緒です。イエーイはい、れち21歳 A 型です。お願いします。21歳と26歳ってことですね。はい、はいはいはい、ってことで次身長いきます。身長は164センチです。でかっ。168センチです。でかっおいおいおい、うち153なんだけど10センチ差以上あるってことだって頭の位置違うもんね。確かに。イエーイってことで次の質問いきます。好きな異性のタイプは？塩顔。意外。薄い顔が好きです。あ、そうなんだ。私はもう外人マッチョ、筋肉、タトゥー、ロン毛。おー、ちょっと気合いそうじゃない？なんか全部一緒。じゃあ夏以外のお仕事で何してる？ザ・ピンクというクラブでゴーゴーダンサーをしております。はい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 。バーレスク名古屋っていうショーパブでダンサーやってます。2人ともダンサーってことですね。はい。ゴーゴーダンスってどういう？フリーで音に合わせてセクシーに踊るっていう。フリーをやるってよりはセクシーな動きが得意です。じゃあ振りがあるわけじゃなくてその場で？そうですね、音楽かけてもらったらセクシーに踊れます。へえ、すごい。絶対できるや。即興ラッパーみたいな感じですよね。即興ラッパー。なんかバーレスクは伸びるの？バーレスクは振り付けがあります。あるんだ。はい。私は逆に55苦手です。めっちゃ。だからずっと決めつけられた振り付けしか踊ってきてこなかったんで、55めっちゃ苦手です。へえ、おもろいね。ダンスでもいろいろある。いろいろありますね。はい、でこれ次の質問いきます。夏モデルで一番憧れなのは誰っていう質問で、これも王道なんですよね。でも一番インスタ見てたのはほんまにかつみかちゃん。へえ。ほんまにファッションとかめっちゃ見てました。ありがとうございます。私はもう本当にギャルが好きでずっとみんな見ててやめちゃったんですけど、あやかティーンさんとピトさんとかつみかさん、まーやさんから入りました。おー、強めだね。強いの、強いもんね。大好きです。ありがとうございます。いきなりファンになりました。一つ特技、はい、ショートスリーパーで3時間寝たら何でもできます。すごい。今日も寝てないんで、寝なしで仕事終わりそのまま来てます。えぐい。新幹線の中でちょっと寝た。それでこんな肌綺麗な。いやいやいや。私は腕回しです。腕が後ろに回ります。すいません。いや回しますね。みんなすごい。無理。後ろに。うわ。なんでそれはどうなってそうなったの？もともとソフトボール部でピッチャーやってたんですけど、肩回しのためにバットを持ってこう回す練習してて、縮めてたら手だけで回るようになりました。すごい。じゃあこれも王道の質問になるんですけど、一番怖いなと思うモデルはいますか？まーやさん。あ、やっぱりね。きつそう。結構リアルだな。どこがどういうところが？言い方とかが強そう。イメージです。すいません。マーヤはよく言われがちです。私もマーヤさんでしたね。やっぱマーヤ強いな。圧倒的1位だもんな。ワンチャンしたいメンズモデルは？なんだこれ質問。うち今6人いるんですけど、6人把握してますか？1人だけフォローさせてもらってて。え、誰？吉丸くんフォローしてくれてて、でフォロー返して。そうなんだ。やれるとしたら誰がいい？誰がいいって。誰ですかちなみに？確かにみかん。なんでだ。先に最後でいいや。最後せーので。ピーしますか？せーのピー。させてもらっててよく見てるっていうのもあって。特にどういうところが？まあ、TikTok とかも見てるんですけど、うん、顔面第1位じゃないですか。ただのタイプや全然塩じゃない、全然塩じゃない濃いめのソース私はもうロン毛タトゥーが一人。あー、確かにもうバッチリ。あと美香さんはどちらで？ジュライかな。一番落ち着いてるんだよね。やっぱジュライってなんか大人っぽいクールな雰囲気があるんですよ。まあ会えばわかると思うんですけど、他3人めっちゃチャラそうですもんね。じゃあ2人的に一番それこそじゃあチャラそうなの一番絶対コウタさん。あ、でも漂ってくるチャラそうさ、雰囲気、雰囲気、性欲が出てそうですよね。もうムンムンみたいな。じゃあKKニーズ教えてください。はい、年齢割る2ぐらいです。13ぐらいです。本当？もっといることも。可愛いからさ、モテそう、モテるだろうなみたいな。ってどうですか？私はさっきまでね、あんな HH の話してましたけど、4位。めっちゃ意外。でもどっちかかと思った。どっちかめっちゃ多いかめっちゃ少ないか。初体験いつ？高1です。あ、遅いね。なんか初体験11。早いな。はい、ってことで次ナッツでどんな立ち位置で今後やっていきたいですか？でもピンクの中でも、リーダーとしてやっていくのも楽しいんで、まあ、みんなを引っ張っていったりまとめていったりがいずれできるようになれたらなと思います。頑張っていきましょう。頑張ります。私はもうもう人を笑わせるの好きなんで、もう私はもう盛り上げていきたいなって思います。いいね、盛り上げて和ませれる。楽しいです。とても今後が楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで最後に、ね、なるんですけど、なっちゃんの意気込みをお願いします。モデルのお仕事はお洋服着せてもらったりとかはあったんですけど、こうやって雑誌こういう媒体で出させていただくのって初めてなので、できないこととか至らぬ点いっぱいあると思いますが、輝いてるところをみんなに見せていけたらなと思うので、よろしくお願いいたします。お願いします。頑張りましょう。お願いします。私もずっとダンスしかやってこなくて、モデルっていうお仕事をさせてもらうのは初めてなんですけど、もうやるからには全力で盛り上げて、ナッツも自分も盛り上げれたらいいなって思ってるので、よかったらよろしくお願いします。頑張りましょう。はい、ってことでね、新しく変わった新人モデルさん、これからも頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ってことで今回もこの動画を見てくださりありがとうございます。このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。